皆さんこんにちは、調子のいいヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。本日はラーテ解説編パート2。その言い方は誤解しか生みそうにないが、今回は最初の準備を終えた1936年の3月から始めていくんだぜ。アンシュルスの条件を満たすため新兵をどんどん吐きまくるドイツ。そんな中最初の MF ラインラントが終わりましたので、お次は当然アンシュルスとして、問題は MF や時間経過とともに手に入った政治力の使い道が重要ですね。政治力、特に最初の使い道で優先されるのは経済法、貿易法の変更、あるいは政治力の獲得量を上げる政治顧問の雇用だ。特に急ぎたいのが、消費財を下げる経済法はできるだけ早く、部分動員、可能なら戦争経済まで持っていきたいところだ。民間経済と部分動員や戦争経済の違いとしては、消費財の圧迫量の違いというのも存在するが、民軍工場の建設速度に、デバフが入っているかバフが入っているかも大きい。民間経済では民軍の建設速度は 30% も遅れてしまいますが、部分動員以降はむしろその効果は消え去り、軍需の建設速度にプラスの補正が入ります。総動員ならば 30% もプラスが入るから、民間経済と総動員では、たとえ消費財が同じ値であったとしても、軍需の建設速度は段違いになるんだよ。ただドイツはアンシュルスまで戦争協力度が戦争経済変更条件に足りないので、残念ながら最初には変えられないね。じゃあ次の候補となる、貿易法の変更はどうか？貿易法は自由貿易ほど高い研究速度などのバフが効果としてつくが、良くも悪くもほとんどの資源が外に出てしまうのが難しいところだな。逆に閉鎖経済なら資源は流出しないが、恩恵は一切ないに等しい。結果から言うと、研究速度や建設速度に大きな効果のある自由貿易に、できることならばした方が内政は伸びていく。とりわけ、資源がまともにない弱小国なんかは、資源の流出もクソったれもほぼないに等しいものだから、貿易法は真っ先に変える選択肢となる。弱小国は工業力も少ないですから、経済法を変えて建設速度を改善しても、あまり恩恵がないため、貿易法から変更する方が良い場合も中にはあるということですね。ただどの国でも自由貿易が絶対正義かと言われるとそれはケースにもよって、例えばポーランド侵攻前のドイツとかになると、ちょっと自由貿易じゃ苦しい思いもする。軍需工場を100個とか用意できる国は、言わずもがな鉄を中心に、資源は膨大に扱うからな。大国の自由貿易では、自国の資源だけで賄うことはほとんど無理に等しく、まず輸入することが条件となる。マルチとかだと相互貿易して補うこともできるけど、シングルでは資源は民主中道大なり共産国から買われることが多いため、特にファシズム国家の資源は売れるかと言われると微妙なんだ。そんな中大量の軍需工場を建設したら、輸入で使う民需が輸出で手に入る民需を大きく上回り、結果的に大きく民需工場を外に流して、建設速度の低下につながりかねないと。逆に資源国家でも、自由貿易にしやすい体制自体は作れて、例えばだが、ドイツでフランスを傀儡にしちまったら、鉄とアルミはかなり輸入し放題なので、むしろ自由貿易推奨まであるくらいだ。まとめると、貿易法は基本は自由貿易推奨。特に資源が全くないか、資源を膨大な量少ない民需で輸入できればなおよし。ただし工業力と資源、両方ある国は、貿易法を絞って自国の資源で賄った方が、建設は早い場合もあるといった感じだね。では政治顧問やその他の選択肢はどうか。政治力をより多く手に入れるため、寡黙な勤勉家を初手で入れるのはよくある手になる。逆に言えば、早めに入れないと寡黙な勤勉家は腐ることになりかねない。政治顧問を雇うのにも、150の政治力が必要です。ということは、寡黙な勤勉家さんには150以上の本来手に入らなかった政治力を、稼いでほしいわけであります。まあ極端な話、最後の方に政治力獲得アップの人材を入れるくらいなら、他の民軍建設速度アップとか、設計者や軍事の人材に入れた方がマシってことだ。今マリサさんが言った民需建設速度アップも、いるのであれば大国なら早めに投入してもいいかもね。逆に軍需は大国なら軍需立て始める少し前、最初から軍需立てる国ならすぐにでも入れて構わないけど、経済法が部分動員以上に変更可能ならそっちが当然先だね。設計者はよっぽど注力しない限りは中盤以降入れればいい。理論家も以前はドクトリンが研究分野だったため、最速で入れることも多かったが、今は経験値でアンロックする方式のため、初っ端から入れる必要はあまりないと言える。そこが前バージョンと今のバージョンで、一番政治力の点で違う点とも言えるでしょうか？で、一番下の参謀は前のバージョンでしたら戦う前にいるといいなくらいでしたが、今のバージョンですと各種経験値が稼げるため、一番最初である必要はないですが、以前より早めに入れる国もあります。特に義勇軍を送れない民主主義国家、イギリスやアメリカあたりは候補となってくる。海軍は演習、空軍は航空義勇軍で平時は稼ぐのが一番楽だけど、陸軍は義勇軍だけでは結構しょぼい量しか手に入らないので、参謀は陸軍の経験値多めにして、ドクトリンを事前に進めるなどできるようにしておこう。1936年5月にはアンシュルスを達成。オーストリアを併合して戦争協力度が上昇。政治力もあえて貯めておき自由貿易の次は戦争経済に変更していく。オーストリアを取り込むことで彼らの軍隊、及び中核人口が加えられるだけでなく、工業力も12ほど上昇したみたいですね。ドイツの産業 NF でも一つの NF から得られるのは工場6個だから、この NF は実質2倍以上の効果があり、できれば早めに取るのが理想だ。次の NF は徴兵を続けた結果条件もすでに満たしているので、スデーテンラントの要求からチェコスの解体まで進んでいくよ。なお増えた分の軍需工場は今回最低限作っておきたいものに加え、支援装備の要求量がやはり多いので、今のうちに作っておく。支援装備の良いところは、補正装備や野砲みたいに新技術が存在しないため、生産効率がゲーム中盤以降で、一時型落ちすることがないところは利点だね。
ちなみに徴兵は新たに96個の歩兵師団を張り続けるまで続けていくんだぜ。ドイツをシングルでやるなら、最低420個くらいは歩兵がいると安心ですね。お忘れかもしれないがラーテを作る関係上一刻も早い戦車研究をしたいため、ヘンチェルヘを3手目にしてぶち込んでいく。それでもティガーレベルの研究にはあと2年半ほど必要だがな。通常だったらそうだな、陸軍系の参謀を投入しちゃうか、産業系の設計者を入れてもいいかもしれないね。最初からずっといてくれるなら民事の建設速度アップとかでもいいんですけどね。なお研究は、工作機械と工業を中心に、少しくらい先行研究しちゃっても全然いい。工作機械と工業系の効果は、平たく言えば兵器の生産量を上げるものになりますから、大国でも中小国でも、早めに取っておきたい内容になるんですよね。小銃は一丁でも大いに越したことはないんだぜこのゲーム。と言ってる間にもスペイン内戦が勃発。史実では国粋スペインに義勇軍を送っているが、今日は歯に遅れば金準備の移転という効果で、1年間消費財マイナス 5% がもらえるからおすすめだ。ただ当たり前だけど押しすぎると今日は測っちゃうから、陸軍経験値が35溜まったら今回はもう構成をやめていくよ。ただし空軍は飛ばしっぱなしにして構わないからね。航空義勇軍は平時で空軍経験値を稼ぐ手段としてはすこぶる優秀です。近接航空支援機でもいいですが、旧式の爆撃機がドイツにはたくさんありますので、ドイツはこれを200機ほどスペインに送って陸上支援させましょう。スレイテンラントのおかげで中核州はさらに伸びて工場も3つだけだけど追加、地味に安定度を100に近づけていって、工場の出力と消費財を低下させておくことは、地味に内政にプラスに働いてくれるよ。4回目の政治力使用は軍最高司令部に人を入れていく。特にどの国にも比較的いてくれる。歩兵師団工房の人材は最優先で入れますかね。歩兵を作らない国なんて原則ないからね。まあこの辺は師団回復率や師団消耗を抑える人材も無難だから、そのあたりは好みで構わないよ。スペイン内戦で稼いだ経験値は航空機の改造に使ってもいいが、空軍精神といった将校団にもできれば当てはめていきたい。汎用的な空軍精神で強いのは、まず産業との連携、特に爆速でいい戦闘機やキャスを出したい、マルチなんかでは大いに足しとして活躍できる。もう一つの独立心は日ごとの空軍経験値をプラス 0.1 してくれるものだ。まあ1年半程度以上の投入で元は取れるから、これを入れっぱなしにして経験値稼ぎの足しにするのもありなんだぜ。こういった精神などの中には、イデオロギー限定、ドクトリン限定といった、見つけにくいものもいくつか存在します。ファシズムの国家は軍隊に奉仕するは非常に強力な陸軍精神で、政治力獲得量 10% アップに加え、徴兵の方のコストを 25% カットしてくれます。政治力不足の日本、大規模徴兵には変えることが多いドイツ。確か寡黙な勤勉家がいなかったはずのイタリアと、ファシズム国家とはすこぶる相性がいいので早めにぶち込んで内政の足しにしていこう。最速で進んだ結果、1936年12月にはチェコスロバキアが解体。選択肢としてチェコは併合スロバキアを傀儡、スロバキアはハンガリーに、チェコス全土併合の3択があるが、今のバージョンならスロバキアを作るのがおそらく一番扱いやすい。スロバキアを作る選択肢の場合、唯一チェコの迎合度が 50% からスタートし、チェコの占領コスト削減だけでなく、チェコの工場も活かしやすい。それにスロバキアができることで、彼らから工場を絞り取ることもでき、スロバキアが民軍工場を NF なんかで早いうちに増やしてくれれば、とりわけ軍需面でいい影響がある。ということでチェコの占領軍とスロバキアからの引っこ抜きで新たに7ほど工場が増えることになり、1936年の末には IC100 にギリギリ到達できるはずだ。チェコスの解体が終わりましたら、ここからは民需工場12個追加を目指して産業 NF を集中的に進めていきます。重戦車なんかをガチで進めたい場合は、そろそろ独ソの戦車協定くらいまで進めてもそれはそれでありなんだぜ。中盤からの政治力の使い方は多少好みで選んでもよく、僕は空軍経験値をさらにエルケッセルリンクを採用。1937年の産業が終わりましたら、そろそろ歩兵の支援火器や野砲の研究、無線あたりを取り始めてもいい頃合いです。結局のところ、戦う前までに戦闘にバフの入る研究は終わっていれば問題ないが、野砲とか支援技術とか、段階のあるやつは、戦争直前まで取り忘れていると後で取り返そうと思うと時間もかかっちまう。大国なら最低限、時代に合った歩兵と野砲技術くらいは一区年終わりには完了できるといいですね。むしろ軍事技術のバフがある場合は、じゃんじゃん先行研究してもいいくらいだ。野砲は3型野砲以外は特に研究時間が短めだから、1940年の初めの方でも、余裕があれば41年の技術とか取ってもいいくらいだからね。1937年7月、民事工場の追加もそろそろ取り始める中、アジアでは日中戦争が勃発しました。史実では中国を支援したドイツだったが、まあ将来的な味方を援助するとして、日本に義勇軍を送る方が無難だな。日中戦争にも航空義勇軍は忘れずに送り、陸軍は余裕があれば送るくらいで構わないよ。人が入ってるならまだしも、AI の日本じゃ中華はなかなか倒せないからな。スペイン内戦と違って、ポーランド侵攻前に終わらせるのが難しく、事前に立案を貯めて侵攻する部隊に、送った義勇軍は組み込めそうにないですからね。まあそれが嫌で僕は日中には航空機しか送らないのよ。なおこの頃には軍需の建設速度アップの政治顧問もそろそろ入れるタイミングで、士官学校精神には政党支持率が高いほど、安定度が補正されるものを今ぶち込んだ。おかげで安定度は 100% に到達し、消費財マイナス 5%。工場や造船所出力は 20% 上がっているはずだぜ。さて日中戦争のいいところは日本だけでなく満州、運が良ければ蒙古にも航空義勇軍を送れることだ。故に合計400から500機の戦術爆撃機を最低でも送れるはずであり、
ここからはケッセルリンク君とかの効果もあるけど、空軍経験値が爆速で伸びていく。36年式の戦闘機やキャスをフル改造したり、空軍ドクトリンをバカみたいに進める大チャンスですね。ということで経験値が溜まってきたので、戦闘機のエンジン、信頼性、航続距離をマックスにした機体が完成。一番に伸ばすべきはやはりエンジンで、単純に最高速度の速い戦闘機がキルレにおいて勝つと思ってくれていい。武装はデメリットが大きいので、少なくとも戦闘機で振るのは推奨できないぜ。やるとしたらキャスや爆撃機、やっても重戦闘機かねえ。その分増やしておきたいのが航続距離と、航続距離増加によって減少する信頼性の強化を補いです。キャスとかだとわかりやすいけども、航空機の展開可能な円の範囲外、そこに対しては実は近接支援というのは届いてなかったりする。仮に作戦空域にギリギリキャスが届いていても、近接支援はプロビゴとの判定になるので、その場合はほとんど役に立ってないことになる。作戦空域に到着、行動可能時間3秒、爆弾投下、ギリギリ滑走路まで帰れません。まあ戦闘機の制空任務はそこまでひどくないけど、できるだけ作戦空域をカバーできるよう、航続距離という名の円は広めておいた方が、効率という点においては望ましかったりする。欧州は航空基地も多くて、近場で活動することが多いけど、1型だとさすがにって場合の航続距離もいくらかあるからね。航空機の改造で役立つものといえば、戦場支援ドクトリン限定ではあるが、キャスの設計コストを 75% も下げてくれる空軍精神があるから、ちょっとそれを使ってみよう。こちらは1936年型のキャスを攻撃力、エンジン、信頼性を上げて、待機支援の火力をガンブリにした設計。通常なら700弱ほどこの改造に必要になるんですが、先ほどの精神のおかげで、たったの131でフル改造することができました。精神の分を含めても180くらいで済むから、これもドイツ筆頭に非常におすすめな精神の一つになるんだぜ。空軍だけでなく、陸軍にも師団の例えば歩兵や特殊兵の編成コストを例にするもの、海軍にも一定の種類の艦の設計コストを下げるといったものがあるから、俺は丸々に注力するんだって時ほど光る内容だから、ぜひ使えるときは使っていきたいね。メホテ型、ユーゴへの航空機売却、スペインの金準備などで、一時消費財が例になるドイツ軍。さらに言えばメホテ型には軍需などの建設速度を 25% 上げる効果があるから、軍需工場は戦争経済やバルターフンク、自由貿易建築等の効果も重なって、恐ろしいペースで立ちまくることになる。メホテ型は使いこなせれば結構凶悪な国民精神だったりするんだぜ。ただしルクセンブルクですら攻め込んだ瞬間に剥がれてしまうのが残念ですけどね。まあオランダとかスウェーデンとか資源のある国だったら、事前に攻め込んで国力の足しにできるので、そういう内政をドイツはしてもいいがな。1938年の2月頃から軍需が急速に伸びるため、先ほど改造した戦闘機、およびキャス中心に軍需を割り当てていきます。シングルプレイだとしても、戦闘機には20できれば25は欲しいところだな。で、戦闘機とキャスに最低限欲しい量振ったら、今度は陸軍の攻撃の要となる、野砲にそろそろ割り当てて、歩兵師団そのものの火力強化を図っていく。今のうちから備蓄を作っておいて、後から歩兵師団全てに割り振る配備するようなイメージでしょうか。師団編成について聞かれたので、先に海兵からお話ししていく。海兵師団は渡河船や海峡越え、上陸船に強い部隊で、本来なら上陸などにかかるペナルティを、ほぼ皆無にして戦闘に臨むことができる。支援中隊の工兵はその上陸にさらに磨きをかけるもので、海兵出す余裕がない国で歩兵による上陸をする場合、歩兵上陸師団には必ず工兵くらいはつけたいというのが本音の性能だぜ。工兵って弾道を掘って防御に役立つだけの中隊じゃないんですね。海兵以外の大隊、例えば野砲をぶち込むと、せっかくの上陸優位が薄れてしまうため、海兵に野砲とか戦車とか、他のものを組み込む場合は、せいぜい2個大隊前後がまあ限度と思った方がいい。その点、野砲の中隊はめちゃくちゃ優秀で、戦闘正面幅も増やさず対人攻撃力をコストよく上げてくれるのは素晴らしい性能。中隊に困ったら野砲、ロケット、対空砲と、この辺りはどの師団に入れても全然 OK と呼べる代物だったりする。でも中隊とはいえ入れすぎると、コストもかさばって戦闘面に影響も出ますよね。そう、野砲や戦車となる兵器は、入れすぎると指揮統制率というものが下がってしまう。これはいつも言ってるけど、戦闘継続力みたいなもので、歩兵大隊だったら最低50程度、飛行師団だったら30ほどは欲しいのが一般的だ。海兵など特殊兵にあまり戦車や砲を混ぜ込むのは、飛型ペナルティの優秀さが薄れるのもありうんってことにもなるけど、特殊兵は歩兵より指揮統制が高くなるため、山岳兵とかには歩兵よりも多く野砲なんかを組み込みやすいのも事実だったりする。機動戦ドクトリンは特にトラックを顕著に、指揮統制率を伸ばすものが多い上に、ゴリゴリの戦車師団を作りやすいと、まあそういう仕組みになっている。まあ歩兵と野砲を混ぜた具体例を挙げるとしましたら、会長さんはよく、歩兵10に砲兵1の23幅とかを使うことが多くなりました。そこに野砲とか工兵とか、好きな中隊を持っても統制が死ににくいからね。10あれば、以前のバージョンと違って戦闘正面幅は無理に20や40にする必要はなく、だいたい20前後、大きい数字でも27や37地形によってはぶっ刺さることもある。さすがに正面幅34とか、中途半端すぎるのは扱いづらい可能性があるが、今はゆるく20前後どころか、20強くらいでも十分扱いやすいと思うんだぜ。まあ強いて意識するとすれば、山岳は75幅だったと思うから、山岳に投入する山岳師団は、25幅3セットとかにすると刺さりやすいくらいかねえ。まあともかく、初心
戦車が一番ミスりやすいのがその指揮統制だから、20幅程度の歩兵には、野砲は1個か2個大隊を目安に入れれば問題はない。3大隊入れると、作るのも戦闘面でも扱いが難しくなっちゃうから、おすすめはできないね。と言ってる間にも準備は進みつつありまして、1938年末には最低限の陸軍は準備完了。一部補給不足になっているところもあるが、それはトラック補給か輸送機あたりで後でカバーしておくんだぜ。なお小技だけども最新兵器にしたい。でも兵器の数も今は確保したい。ってタイミングがたまに現れる。そういう時は生産ラインを2つに分けておいて、1つは高い生産ラインで旧式兵器で数を揃えつつ、もう一方は最新にして、新しい兵器も少しずつ配備、生産効率も上げていってラインで分けるといい。今は野砲が足りないと大量に作って、予備を5000とかにして1大隊ぶち込む予定だったが、ヘッポコの隊長はこの後師団編成を怠り、初期師団でポーランド侵攻に臨むことになるぜ。作った野砲も配備しなきゃただの予備ですからね。全く何のためにわざわざにラインにしたのかバカバカしくなるよ。とまあおバカなミスもあったけど、ヘタリアを誘っていよいよポーランド侵攻の時期がやってきた。途中 NF はあまりに燃料がなかったので燃料のバフを取ったり、軍需工場を増やしたり、陸軍の飛行技術をもらってマウスの研究にすでに入り、暇だったので海軍の造船所も NF で少し増やしておいた。マルチでしたら、もっと空軍系の NF を踏んでいく必要があるんですが、シングルですのでそこは控えめでも OK ですね。正直自流貿易を輸出重視にこの時期変えたいくらい辛いけど、マウス、ラーテの研究があるのでもうちょっと我慢我慢。今回はおふざけ研究のせいで多少軍事面などに遅れが出ているけども、それでも戦力としてはこのくらい用意していきたいね。陸軍は200個弱もあればとりあえずは十分。海軍は戦時中に潜水艦を大量に作ればいいので、まあ60隻前後いればひとまずどうでもいいぜ。重要なのは空軍で、合計でいきますと4センチほど、マルチならもっと戦闘機を出しておきたいくらいなんですが、これくらいあればシングルならとりあえず大丈夫です。今回は攻撃機と輸送機もきっちり用意したから、次回はそれらの運用面も説明していきたいね。一瞬悲しい備蓄を披露した後、総数はこっちの方がわかりやすいから、さらっと最後にこれを見て、今日は終了とさせてもらうよ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。